アメリカ海軍広域海上監視システム。アメリカ海軍広域海上監視システムは、1970年代の初めから、アメリカ海軍のためにエリント活動を実施してた、一つあるいは、複数の資銀と偵察衛星システムである。このシステムの存在及び名称は公式には明らかにされておらず、ノスは、軍事ワッチャーなどが便宜的につけた通称の一つである。 この他にもホワイトクラウド、パルシー、クラシックウィザード、SB、バス、レインジャーなど多数の通称が知られており、この中に実際のプロジェクト名に近いものが存在する可能性がある。2013年8月30日にワシントンポスト紙は、エドワード・スノーデンがリークした資料の中に含まれていた、米国政府の情報プログラムの2013、 会計年度予算の米国議会への予算説明書から今まで謎に包まれていた米国の諜報活動に関する新たな事実が判明したと報じた。この資料の中には複数のスパイ衛星の名称が記述されており、ノスマイナス3に該当する衛星の正式名称はイントゥルーダであることが明らかになった。このリーク資料の一部はで閲覧可能である。このシステムは アメリカ海軍により運用され、冷戦下においては、その主要な目的は、ソ連艦隊の戦術的位置測定であった。ノス衛星は、単独の衛星ではなく、ほぼ同じ低軌道上を、60km から 100km 離れて飛ぶ3つの衛星が、衛星コンステレーションとして一つの組、トリプレットを作って、海上の船舶からの無線送信波の探知を行う。 これは三つの衛星への電波到着時刻差から、送信源の位置を割り出すためと言われている。なお、この特徴的なトリプレットの配置は、上の写真でもわかるように地上から非常に発見しやすく、秘匿性が非常に高いシステムであるにもかかわらず、その存在と運用状況の一部が、軍事ワッチャーなどに広く知られる最大の原因となっている。ノス衛星の代表的な軌道は、 高度約 1100km、軌道傾斜角63.4度のほぼ円軌道で、周回周期は約107分である。現時点でも4組以上のノスが異なる軌道上に配備され、地球の海上全域の常時監視を実施していると考えられている。なお、本システムによって生成された情報は、JIC やクビッチなどのインテリジェンスセンターにより加工された後、 統合同軸法送信サービスによって各部隊に配信される。NOS の先駆となるのは1962年から1971年にかけて打ち上げられたポピー衛星である。1971年に打ち上げられたポピー7号では衛星トリプレットが展開されている。これらは NOS の試験衛星と考えられている。 1976年から1987年にかけてアトラスロケットにより打ち上げられた一連の実用ノス、衛星のシリーズを軍事、ワッチャーたちは便宜的にノスマイナス1と呼んでいる。前述の通称のうちホワイトクラウド、パルシー、クラシックウィザードはノスマイナス1と同義と考えられる。その後約3年のブランクの後に、 1990年から1996年にかけてタイタンロケットにより打ち上げられたノス -1 より明らかに大型のノス衛星のシリーズを軍事、ワッチャーたちは便宜的にノス -2 と呼んでいる。前述の通称のうち s b ワス s 及びレインジャーはノス -2 と同義と考えられる。その後約5年のブランクの後に2001年9月から 新型のノス衛星が打ち上げられており、軍事、ワッチャーたちは便宜的にノスマイナス3と呼んでいる。この新型衛星の著しい特徴は、今までのノスの特徴であった三つ組衛星ではなく、二個の衛星が少し離れて、ほぼ同じ軌道上を飛ぶということである。これは、技術の進歩により、ドップラーシフトを用いて、海上のターゲットの位置のアンビギュイティを解決する。 ことが可能になったためではないかと考えられる。NOS 衛星の1グループは1機の打ち上げロケットで同時に打ち上げられ、NOS-1 では MSD、NOS-2 では TLD と呼ばれるマーブ弾道ミサルのポストブースとビークルに似た最上段ロケットにより軌道上にリリースされている。なお、可表中の NOS-2 から1などは1つの衛星ではなくグループを指す。 ケープカナベラル空軍基地、ケープコナバール AFS フロリダ州ケープカナベラルから、打ち上げられた、ノス2から1、ノス3から3、ノス3から4を除いて、他は、ポピー7号を含め、すべてバンデンバーグ空軍基地、バンデンバーグ AFB カリフォルニア州、サンタバーバラ軍から打ち上げられている。データ出典、NOSS-ASTRONAUTIX.COM ヨナタン、S スペース、レポートナンバー163、ロールマイナス34、の3から5エレメンツ、ビジュアルサテライトオブザーバー、S ホームページ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。